体験して学ぼう脆弱性体験学習ツールアップゴート利用の手引き学習の準備編。本動画では IPA が提供している脆弱性体験学習ツールアップゴートを利用するための準備方法を解説します。ここからは個人学習向けの準備方法を解説します。集合学習向けをご利用の場合は利用申請方法や準備方法が異なります。詳細はアップゴートの案内ページをご覧になってご利用ください。本動画を YouTube でご視聴の場合アップゴートの案内ページへの URL を概要欄にも掲載しています。学習の準備編ではご覧の4つの手順を順番に説明します。アップゴートを利用するためにははじめに IPA に利用するための申請をしていただく必要があります。申請をすることでアップゴートのダウンロードが可能になります。それでははじめに利用申請方法を説明します。まずは IPA が公開しているアップゴートの案内のウェブページを開きましょう。本動画の概要欄にある URL から開くことができます。こちらはアップゴートの実際の案内ページです。この画面では個人学習向けと集合学習向けの2つの紹介をしています。ご自身の利用用途や形式によってどちらかを選択して個別の案内ページに進んでください。またこの画面の下の方ではツールを利用するために必要な PC のスペックも紹介しています。ご自身の PC でツールを利用できるのか確認してください。この動画は個人学習向けの解説をしますので、こちらをクリックして進めましょう。アップゴートを利用するためには、まず利用申請が必要です。その手順を説明します。先ほど開いた個人学習向けの案内ページをスクロールすると、このような申請方法の欄があります。利用許諾条件合意書を確認の上、申請はこちらをクリックして利用申請を行ってください。申請画面を開くと、このような個人情報の取り扱いについてが表示されます。内容を確認し、同意の上お進みください。申請項目は名前や連絡先などを含む10項目の簡単なものです。その中に再配布という質問があります。例えば社内教育で複数人でアップゴートを利用するけれどそれぞれが個人学習モードで利用するという場合は代表者が利用申請とツールのダウンロードを行い利用者全員に再配布していただくことができます。このようなケースの場合はするにチェックを入れてください。そして次の質問の回答欄に再配布の目的と人数をご記入ください。必要な項目に回答して申請を完了するとこのようにダウンロード案内のページが表示されます。ダウンロードには有効期間がありますので、有効期間中にツールをダウンロードしてください。ダウンロードする前にページを閉じてしまいました。申請をやり直さないといけませんか？いいえ、メールでの案内も届くので、再申請は必要ありません。申請を完了するとダウンロードページの案内とは別にメールでもこのような案内が届きます。メールの中にはダウンロード画面に表示されているのと同じダウンロードリンクを掲載していますのでこちらからアクセスして入手してください。ただし有効期間を過ぎている場合は再度申請が必要になりますのでご注意ください。
アップゴートのダウンロードができたら次に回答しましょう。回答先は任意のフォルダで良いですが、フォルダパスには全角文字、半角スペース、半角記号を含まないようにしてください。学習を進めていくと途中でエラーが発生してしまうためです。フォルダパスって何ですか？ PC 内の場所を示しています。ダウンロードしたファイルの回答先であれば、こちらの下線で示した箇所のことを表しています。ダウンロードしたファイルを回答すると、このような IPA ツールというフォルダがあります。この中に必要なファイル一式があります。またマニュアルというフォルダがあり、この中にパーソナル _ja.pdf というファイルがあります。これが個人学習向け用のユーザーマニュアルですので、困ったことがあった際はこれを参照してください。それではアップゴートを起動しましょう。先ほど開いていた IPA ツールのフォルダにあるアップゴートセッティングス .exe をクリックしましょう。クリックすると、こちらのアップゴート環境設定の画面が開かれます。この画面のアパッチ起動ボタンをクリックすることでアップゴートを起動することができます。また起動する際は、このように利用時の遵守事項が表示されます。必ず内容をよく読み確認してから、はいのボタンをクリックして進めるようにしましょう。起動に成功すると、このようにブラウザでメインメニュー画面が表示されます。以上で起動は完了です。またアップゴート環境設定の画面のアパッチ起動ボタンがアパッチ停止ボタンに変わっているところからも起動完了を確認できます。アップゴートを起動しようとしたとき、ポートはすでに使用されていると表示されることがあります。もしもこの表示が出た場合は、アップゴートでデフォルトで設定しているポート番号がすでに使用されています。アップゴート環境設定画面で他のポート番号を指定して保存ボタンをクリックした後、もう一度起動してみましょう。もう一件、起動時によくあるエラーをご紹介します。次はアップゴートを起動しようとしたときに、このように httpd.pid が存在しています。ファイルを削除してからやり直してくださいと書かれたメッセージが表示されるケースです。もしもこの表示が出た場合は、表示されたメッセージ通りに該当するフォルダを開き、 httpd.pid ファイルを削除しましょう。その後もう一度アップゴートを起動してみましょう。他にも困ったことがあった場合は、先ほど紹介したユーザーマニュアルだけでなく、アップゴートの案内ページで FAQ も公開しています。アップゴートを起動できないケースの対処法をいくつか紹介していますので、もしも困ってしまったときはご活用ください。アップゴートのトップページの下部にあるリンクやサイドメニューのリンクから閲覧することができます。それでは次に、アップゴートを終了する方法を説明します。アップゴート環境設定画面のアパッチ停止ボタンをクリックしましょう。これによりアップゴートは停止され、起動前と同じアパッチ起動のボタンに表示が変わります。この状態で閉じるボタンや×ボタンでアップゴート環境設定画面を閉じれば終了となります。また学習のコンテンツを表示していたブラウザも自動では閉じませんので、必要に応じて手動で閉じましょう。最後にアンインストール方法を説明します。もうアップゴートを使わないという場合は、
アンインストールするようにしましょう。アンインストールするには、インストールした時に生成されたフォルダごと削除し、ゴミ箱からも削除することでアンインストールは完了になります。アップゴートを停止していない場合はアンインストールができませんので、8アップゴートの終了方法の手順に従ってアップゴートを停止してからアンインストールしてください。以上で脆弱性体験学習ツールアップゴート利用の手引き学習の準備編の解説を終わります。